浦和レッズゴールキーパーの西川周作です。このキャッチした後の動き出しもそうですし、このボールの質も含めて素晴らしいですし、いいボールでしたね。ここも素晴らしい、長いボールを送る、いいボールです。よいしょ。今回僕が教えるのは正確なパントキックの蹴り方を教えたいと思います。よろしくお願いします。僕の蹴り方というのは、まず手の位置に少し注目してほしいのと、蹴る前の足の高さ、この2点に注目して見ていただけたらなと思います。パントキックというボールをですね、こうやって投げる子供たちがいると思うんですけど、こうやって投げてしまうと足をやっぱりこう合わせるのが難しくなるので、イメージとしては置いているボールに足を持っていくっていうイメージで、横から蹴るとそのままライナーで飛んでいくと思うの で逆にボールをこうやって下からこうやってやると上に行くので、できるだけ手の位置に足を持っていくという、もうボールの真下を手のひらで支えてあげるだけですね。もうそこに足を持っていくっていうイメージなんで、一つポイントとして挙げるとすれば、自分の腰の高さ、そこにボールをセットして、まずこう蹴るっていう練習を、飛ばなくてもいいです、ただ高いところでボールを当てに行くっていう練習を、この腰の高さっていうのが一つの目安で、これがやっぱ高すぎても蹴りづらいですし、低すぎても今度はうまく当たらずにアウト回転になってしまうので、蹴り方によってはあえてこうアウト回転で曲げて蹴るっていう蹴り方もあるんですけど、このパントキックはまっすぐ飛ばすっていう意味では、できるだけこう基準として腰の高さでそこに足を持っていくっていうイメージです。まあ、僕もちっちゃい時にやってましたし、今もうまく蹴れないなっていう時は基本にちょっと立ち返って一歩で蹴る練習をよくしています。僕の場合は最後の一歩っていうのを結構大きく踏み込むんですけど、大きく踏み込んでそこすると、あの手の位置が自然と腰の高さにも行きますし、そこに足をスライドさせるっていう意識でやっているので、最後の一歩を大きく踏み込むっていうのが大事かなと。足の角度は蹴りたい方向に踏み込むっていうのが大事で、まっすぐだったりサイドだったら逆にこう、このつま先が蹴りたい方向に向けるっていうのが一つ大事かなとは思ってますね。まあ、大きく最後踏み込んだ後に、まあ、手でやるんですけど、こういう横ですね、下からこう蹴るんじゃなくて、できるだけ横から、真横からこう、よく蹴る前にこうやって自分でやるんですけど、これはこう自分の足を持っていくイメージでこうやって蹴る前にウォーミングアップでやってるんですけど、そうすると足も自然と横からこう入って、ボールのこう真横を捉えることができればいい回転で飛んでいってくれるので、この角度が上すぎてもダメですし、今度下蹴っちゃうと今度飛ばなかったり上に行っちゃったりとかするので、できるだけ真横からこういう感じでっていうのは意識してやってますね。2種類ぐらい蹴り方があって、まあ、1つは今言ったあの真横に持ってきて足の甲でこういう回転ですね、をすることによって、まあ、味方はトラップもしやすいですし、速いボールが行くんですけど、うわー乗った、うまく乗った。ここの場所はですね、ここです、こっちですね、ここじゃないんですよね、こっちです。ここにボールを当てて蹴るようにはしてます。でもまあもう一つはちょっとアウトサイドで蹴って横の回転をかけて曲げるという、僕左利きなので右に蹴りたいときにあえてこういう曲がるボールをラインギリギリで出したりとか、そうするとまあディフェンスもそんなにこう寄せる
時間っていうのもないですし、正確に足元に早くっていうところでは、うまく使い分けはしていますね。当て方は本当少しの違いなんですけど、ボールに対してのここの角度を少し変えてあげる。で、できるだけこの小指と薬指のところぐらいに当てることで、こういう回転のボールが飛んでいきますね。そんなにこうまともに当てるんじゃなくて、かすらせるというか。で、蹴る位置も多少多分ビデオで見ると低かったりするのかなと思います。まっすぐ飛ばすよりもちょっと低めで蹴るっていう感じですね。こういう練習はプロになってもよく、自分の一番のいいところだと思ってますし、よく見ている人が西川選手のキック見ていて楽しいって言ってくれるので、非常にそこはこだわりを持ちながら練習をしてますね。こういうライナー、究極の狙いは低い速い血を這うようなボール、カウンターとか速いボール蹴りたいなって時はもうここの一番出っ張ってるここで蹴ります。腰の高さをイメージしてそこに足を持っていくんですけど、持っていった角度も上からボールを叩くというか、叩いてあげるっていうイメージですね。そうするとホップもしなくて低い弾道が行ってくれるのかなという意識でやってますね。本当にここに当てないと本当にまっすぐ行かないので、これは試合の時でしか逆にできないのかなって自分の感覚では、なんかこう練習で何回やっても難しかったりするんですけど、でも練習して失敗いっぱいすることで自信がついてきて、試合でやってみようと思って試合でやるとできたりするので、本番で結構できて嬉しかったりはします。僕としてもゴールキーパーは一つのポジションですし、一つこうゲームメーカーだと思ってやっているので、守備に関しても大ピンチを防ぐことで、その後の攻撃にもつながったり、自分が手でボールを持つことでいいキックを持っていればいろんなところに蹴り分けれて、チームを本当守備だけじゃなくて攻撃参加っていうところでも良さを出せていけると思うので、そこはゴールキーパーの醍醐味かな。試合をコントロールできるポジション、そこは子どもたちにも楽しんでもらいたいなと、ミスをね恐れるっていうのが一番僕はやってほしくないなと思いますし、僕が中学生、小学生の頃は7点、8点入れられて負ける試合がほとんどだったので、でもそれでもやっぱりゴールキーパー楽しかったですし、とにかくこう失敗を恐れずチャレンジしてまた自分のものにしていってほしいなと思います。今日見てくれたみんな、パントキックのやり方分かったかな？この動画を見て、たくさん練習をして、たくさん真似て、上手くなっていってほしいなと思います。僕も、たくさんの子供たちのお手本になるように、試合でいっぱいいいキックをしたいと思います。練習頑張ります。